日本の始まりの場所、奈良。奈良の空は長い長い日本の歴史を見守ってきました。不安なこと、判断に迷うこと、我慢すること、苦しいことばかりは続いています。でも先人たちもそうであったように、私たちもきっとこの困難を乗り越えられるはずです。大変な状況ですが、皆様一緒に頑張っていきましょう。奈良でお待ちしております。またのお越しをお待ちしております。ありがとうございました。